マルク・ホーセンスは、ベルギー・アントウェル・ペン州、ヘール出身のレーシングドライバー。ニックネームは、ザグースで、英語圏での発音の、マーク・グーセンスにちなむ。彼の出身地のアントウェル・ペン州は、オランダ語の方言である、フラマン語の使用地域にあたる、フランデレン地域で、正のゴーセンスの語頭の G の発音記号は、X となり、ホーセンした OSNS の日本語表記の方が、 本来の発音に近くなる。日本のメディアでは、マークグーセンと表記。1994年から1996年に、国際 F3000 選手権に、フル参戦し、1997年から1998年は、全日本 GT 選手権とフォーミュラ日本へ参戦し、1999年から2001年には、国際 F3000 へ、再びスポット参戦している。 ルマン24時間レースにも並行して参戦している。2002年から2005年には FIAGT 選手権に参戦した。ナスカールのブッシュシリーズへの参戦初年度となる2006年、ロバートイエーツレーシングに所属して、メキシコシティのエルマノス・ロドリゲスサーキットで9位に入っている。8月には、バトキンズ・グレイ・インターナショナルのレースで、ネクステルカップシリーズにも参戦しているが、 事故で43位に終わった。2007年にもインフィニオンレースウェイでネクステルカップシリーズに参戦している。彼はメカニカルトラブルで順位を落として36位でレースを終えた。ホーセンスはビンセント・デュポンとアントニー・クンペンと組んで参戦したゾルダー24時間レースで4勝を挙げる記録を保持している。クライスラーのレーシングチームである SRT モータースポーツに所属し、 ダッジバイパーをドライブして2012年のアメリカンルマンシリーズに参戦している。イギリスフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権、フォーミュラ日本アメリカンルマンシリーズユナイテッドスポーツカー選手権、ルマン24時間レースセブリング12時間レース、セーブザグース、montedutton.com2016 年1月31日閲覧。 ありがとうございます。